皆さん、バレーボールスペシャルサポーターってご存知でしょうか？4年に一度行われるワールドカップバレーのスペシャルサポーターを長年ジャニーズのグループが務めてるんですよね。1995年 V6、1999年嵐、2003年ニュース、2007年平成ジャンプ、2011年、2015年セクシーゾーン、2019年ジャニーズウエスト。このように歴代ジャニーズのグループが務めています。そして今年2023年も開催されるわけなんですが、今年のスペシャルサポーターに選ばれたグループがなんといないんですよね。今年はジャニーズなしの大会となります。これはジャニーズファンの中ではかなりショックな出来事ですね。4年に一度の楽しみだったので、個人的にはかなりショックです。少し前には A グループがスペシャルサポーターに選ばれるっていう噂は流れてましたよね。このまま A グループが CD デビューをするっていう流れが理想的でしたよね。皆さんの感想も聞かせください。チャンネル登録よろしくお願いします。